警備システムチェック。撃て。拍子抜けだな。侵入者濃霧複数体。悪あがきよ。全火器の使用も許可。対象の サーチで僕本体の位置は把握した。最深部水深500メートルほどか。しかしね、やりようはあるんだ。電気系統がやらしてる。復旧不可能。内と外、意識共有レベルでの呼吸の合致がない限りは。警備システム復旧不可能。挙動ブロックが解放されていく。撃て。そんなんじゃ死なねえな。教えろよ、楽園の入り口はどこだ。全員部屋に戻れ。職員どもにお礼しとかなきゃな。おやじ、僕に従ってくれ。と思うよ、しがらき。これから始まる空位時代に、より完璧な魔王が生まれる。これは僕が最高の魔王になるまでの物語だ。タルタロス職員の生体 ID でのみ作動する緊急用航空機オール・フォー・ワンは逃亡。